アネモネの花をモチーフにしたドレスなんですけど、全体の雰囲気もこのあしらわれているアネモネの花もすごく素敵で気に入っています。荒木さんがブランドを象徴する花柄ドレスで登場したのはペリエジュエのジャパンアンバサダー就任発表会です。自然との共生を大切にしてきたブランドにちなんで、自然に触れる機会があるか聞かれた荒木さんは、どこかに行きたいなって感じた時はもうドライブに行って自然のある場所、こう海よりも山だったり川に行くのがすごく好きなんですけど、足だけ川に入って遊べるような場所を探して大地を感じ尽くして帰ると、なんかすごく癒された気持ちで帰って次仕事頑張ろうって思えるので、日常の生活の中では少しでもいいからなるべくこう成果を見えるところに飾ったりするのを心がけるようにしています。